ボルティジュールとは、イギリスの競争馬である。エプソムダービーとセントレジャーステークスの2冠を制した。ドンカスターカップで無敗のザフライングダッチマンに、唯一度をつけた馬としても知られている。名前は、選抜不評のこと。2歳児2500ポンドで、第2代ゼットランド伯爵トマス・ダンダスに買われた。猫が、ウニの親友だったらしく、晩年は2匹のミケ猫と過ごした。 エドウィン・ランド・シーアの有名な絵画にも2匹の猫と一緒に描かれている。19世紀中頃に生きた遠馬であるが、精細な写真が残っている。これは競争場の写真としては最も古いものの一つである。賢く祖父のブラックロックや猫を叩き殺したひ孫のセント・サイモンが伝説的な希少んで知られているのに対して、ボルティジュールは非常におとなしい馬であった。 二歳児は、ブライトステークスに勝ったのみで終えている。翌年は、エプソムダービーを2 0 0ニー優勝バピッツフォードに一番審査で、勝ち、セントレジャーステークスは、ラズボローと同着になったが、決勝戦にてこれを下した。この激しい戦いのわずか二日後、しかも間に、スカーバラハンディキャップを単走で走った後、ドンカスターカップにて当時無敵を誇っていた、ザ・フライング・ダッチマンと戦った。 ザ・フライング・ダッチマンは、当時14連勝中でその中には、エプソム・ダービー、セント・レジャー、アスコット・ゴールド・カップ等が含まれ、すべて楽勝であった。無敗は同士の戦いとはいえすべて楽勝で、ここまで来たザ・フライング・ダッチマンの方が有利と見られていた。だが、結果は意外なものであった。ザ・フライング・ダッチマンの騎士マーローはなぜか泥酔しており、そんなこともあってボルティジュールは、 ザ・フライング・ダッチマンをかわし、ハンバー審査で勝った。ザ・フライング・ダッチマンの場所であった第13代、エグリントン・伯爵アーチボルド・モンゴメリーはすぐさま、再戦を申し込みゼトランドもそれを了承。翌年の5月に、世紀のマッチレースが実現した。この2頭の対戦は、競馬史に残るマッチレースとして、現代でも名高い。ヨーク競馬場の2マイルで行われ、掛け率は互角であった。 ヨーク競馬場には大群衆が集まり地元馬であるボルティジュールには大きな声援がかけられた。レースはボルティジュールが先行し、その3馬信号をザ・フライング・ダッチマンが追いかける展開、直線に入ると2頭が並んで激しい叩き合いになった。ザ・フライング・ダッチマンが徐々に差をつけていき一場審査でボルティジュールは敗北した。マッチレースの当日には、 直後にもう一競争に出走させられており、当然の結果ではあるが、そのアンスティハントカップでは、ナンシーという牝馬に負けている。この激しい国志のためか、ボルティジュールは完全に調子を崩してしまい、その後は満足な成績を残せなかった。ザ・フライング・ダッチマン・ハンデ・キャップというライバルの名を、冠した競争に勝ったのみで引退している。引退後は、タネボバとなりまずまず成功した。 同時期にストックウェルとニューミンスターがいたため一度もリーディングサイヤーにはなれなかったが、2000ギニーカチューマ、ウェデット、アスコットゴールドカップカチューマバックストーン、スカーミキサー等の3区を繰り出した。ウェデットはガロピンを排出し、後のセントサイモン系へと直系子孫が受け継がれている。一方ザ・フライング・ダッチマンの直系子孫も残っており、トールビヨン系がそれにあたる。 オルティジュールは27歳の時種付けの際に傷を受け、安楽死されている。ありがとうございます。